藤原中丸の乱は、奈良時代に起きた反乱、江見死勝の乱とも言う、後見大上天皇、道教と対立した大師藤原中丸が軍事力を持って、政権を奪取しようとして失敗した事件である。藤原中丸は、おばの光明皇后の信任を得て、大納言、しびれ、中英大将に任じられるなど次第に対等し、後見天皇が即位すると、 公権と公体号となった光明氏の権威を背景に事実上の最高権力者となった。天平商法9年3月、当時公体史だった同僧を範囲に追い込み、翌4月、密かに公権に進めて、息子間10の未亡人が私書史と結婚して、中丸の指定に居住していた王様を公体史に立てることに成功する。天平法事2年8月、王様が即位すると、 応募に任せられ、エミオシカツの生命を与えられる。天平法治4年1月にはついに人心として、史上初の大使にまで上り詰めた。オシカツは、指定や縁石を次々に昇進させ、養殖につけて、勢力を腐食していったが、同年6月に、孔明氏が死去したことで、その県政は限りを見せ始める。さらに二年後には、オシと孔剣の間のパイプ役になっていた性質の、 藤原縁平を失ったことも大きな打撃となった。同時期に、後見大乗天皇が自分の病気を祈祷によって癒やした道教を信任し始めたことで、推勝は純任を通じて、後見に道教への長愛をいさめさせたが、これがかえって、後見を激怒させた。天平法治6年6月、後見は出家して二になるとともに、天皇は高齢の祭祀などの庄事を行え、 国家の大事と懲罰は自分が行うと宣言する。公権の道教への信任は次第に深まり、逆に順任と推し活を抑圧するようになった。天平法事7年9月には、道教を焦燥図に任じている。焦燥を深めた推し活は、軍事力により公権と道教に対抗しようとし、天平法治8年9月、新設の 都ト四4機内三隻を見たん張りま東国兵事士に任じられた。諸国の兵二十人を都に集めて訓練する規定になっていたが、押し勝は六百人の兵を動員する、要大撃高級平マロに命じた。押し勝は都に兵力を集めて、軍事力で政権を奪取しようと意図していた。この時押し勝は、大乗官員の確保に成功している。九月五日には、中マロは、 船親王と防議し、朝廷の都賀を訴えようと図った。また、池田親王はすでに夏頃より兵馬を集結していた。両親王ともに、中丸が擁立した、純任天皇の兄弟であった。しかし、兵を集めるよう指示された平丸は高難を恐れて、後見に動員計画を密告した。兵宗使活に信頼されていた、恩明氏の大津王浦も、お使活の反乱を知り、 その旨を密告した。また、和家王からも反乱計画が伝えられた。坂上刈田麻炉が、訓示麻ロを言おうとする場面を描いた、月岡義都氏の作9月11日、重なる密告通知を受けた後見は、昭南言山村王を、順人のいる中宮の院に派遣して、後見の発動に必要な鈴印を回収させた。これを知った押勝は、四足訓示麻ロに、 三村王の岐路を襲撃させて、鈴印を奪回した。後見は直ちに樹刀将尉坂上枯れたマロと樹刀、昌僧、小じか島渡りを派遣して、訓樹マロを射殺した。押し勝はこれに対抗して、中英証言や食べ狼を送ったが、彼も樹刀とネリキ船森に射殺された。藤原仲麻呂の乱獲大貢献は見事と乗りして、押し勝一族の官位を奪い、藤原の姿勢の剥奪。 全財産の募集を宣言した。さらに三席の片席を行わせている。その夜、中丸は一族を率いて、平城京を脱出、宇治へ入ると、長年国司を務め、彼の地盤となっていた、大見国の国画を目指した。後見は当時作り東大寺市長官であった、きびまきびを召して、十三位に助して、中丸中伐を命じ、直ちに追悼軍を派兵させた。 かつて朝廷の養殖を歴任した、ビだが、以降は剣を握った、中丸のために久しく、逆境にあった人物で、この年正月に70歳を迎えた老齢でありながら、在党中に取得した軍学の知識を買われ、認じられた。中丸の行動を予測したマキビは、山城の守る草壁ネマロと、エモ門の正位キ近たちの率いる官軍を先回り、させて瀬田橋を焼いて、 東山道への進路を塞いだ。中丸はやむなくし促進価値が国史になっている越前国に入り再起を図り、琵琶湖の西岸から越前へ北進する。順位を連れ出せなかった中丸は、自派の元皇族中納言氷かみ塩焼を同行して、今、帝と称して天皇に擁立し、自分の息子たちには、親王の位憾である三品を与えた。また、ダッした大乗官員を使って、 大乗官府を発給し、諸国に合礼した。ここに、二つの朝廷が並立したことになる。貢献側は、中丸を打ち取った者に厚い恩賞を約束すると、ともに、北陸道諸国には、大乗官員のある文書を信用しないように、通達している。官軍の再起キたちは、越前に派生急ぎ、まだ事変を知らぬ新価値を切ると、樹刀と練り物のべ広なりらに固めさせた。 荒地関にて、中丸軍の先発隊、西兵数十人を撃退した。新、価値の死をまだ知らない中丸は、船で、琵琶湖対岸に渡り、荒地関を避けての越前への入国を試みる。だが逆風での難破寸前に、私こう断念。上陸した潮津から、荒地関の突破を再度図る中丸軍だったが、サイキーたちにまたしても阻まれて、退却する。 南下して三尾まで退いた、中丸軍は古城にこもると、攻め立ててくる、討伐軍に対し必死で応戦する。9月18日、内族将軍に任ぜられた備前種、藤原倉下丸が増援に加わった、討伐軍によって、海陸から激しく攻められた、中丸軍は、ついに敗れた。古城に船を出して、祭主と共に逃れようとする中丸は、軍史席村石立に切られ、 その一家も皆殺しにされた。また日上塩薬器も同時に殺された。9月11日時点では、中丸の軍権と支配力は上皇を圧倒していたが、当初の揉み合いで、君主マロ、ヤタベローラが不運に落命、ドミノ倒しのように形勢が一変し、わずか1週間で急死に追い込まれるという歴史的な転落劇となった。権力者の王子としては、カキツの乱。 本能寺の変のように即決の不意打ちとも、鎌倉幕府滅亡のように一定期間の攻防を経てのものとも異なる、唯一異例のものである。中丸の勢力は、政界から一掃され、順銀は、廃位され、淡路国に流された。代わって後見が重訴する。以後、聖徳と、道教を中心とした、独裁政権が形成されることになった。ありがとうございます。